こんにちは。聞こえてました？ここへ立ったんですけど、よく聞こえましたね。私の声に？そうですか。ピアノが好きというわけでもありませんが、同じくらいです。一度聞いてますよね。私の歌ですよ。歌ってました。思い出さなくていいです。まあ、次はもうちょっとしっかりしたものを聞かせますよ。痛いんでしょ？私の歌。それとも私の思い違いでしょうか？そこまで力強く言わなくてもいいです。まあ、いつになるかわかりませんけどね。こんにちは。ごちそうさまでした。よし。はん。はあ。ん？はん。もしかして、欲しいんですか？美味しいものですから、欲しがるのは致し方ありません。美味しいものは、周りにも広めるべきです。そうすれば、売上アップで店は繁栄し、潰れる心配もなくなります。食べられなくなるという悲劇を回避できますから、合理的です。対局を見ればそうなります。売れすぎるあまり多倍を求め、質が落ちるといった懸念はありますが、それでも、消えるリスクに比べれば安いものでしょう。どうぞ、差し上げますのでこちらに来てください。あーん、
ですが、姉様がやっていました。兄弟は、あーんをするものなんでしょう？違う？ですが、とても自然にしてました。なかったことにしてください。何でしょう？笑ってますよ。勘違いしたのは私なんですから、謝られても困ります。また、お礼ですか？いとこです。どうぞ。あげると言ったはずです。